ちは。今回はケイトヨさんからご提供いただきました、こちらのレラーナのフロッテソックツイードクラシックですね。これを、紹介していきます。めちゃくちゃ可愛い、この糸欲しかったのですごく嬉しいです、めっちゃ可愛いですね、まずねカラーナンバーが1500番、一番低いのから紹介していきます。番号順に見ていこうと思います。こちらはオフホワイトがベースで、赤とか青とか緑とか黄色のねネップがあちこちに入ってます。すごいバランスよく入ってますね。めっちゃ可愛いです。そして素材は 70% がバージンウール、 25% がポリアミド、 5% がビスコースとなっています。このビスコースっていうのは、レーヨンの素材の一種みたいですね。 100g で 420m あります。針は2から3ミリミリでいいのかな、指定になっていますね。洗濯もできます。めっちゃ可愛いですよね。これ靴下だけじゃなくてアームウォーマーとか帽子を編んでも可愛いですし、カーディガンとかセーターにするのもめっちゃ可愛いですよね。これでカーディガン編みたいな、めっちゃ可愛い。糸はねそんなにそこまでねチクチクしないかなと思います。ちょっと敏感肌の方にはわかんない、私はチクチクしないかな。はい、ではこれまずオフホワイトベース1500番ですね。次見ていきます。次はこちらネイビーですね。1501番ネイビーに同じですね、多分ネップの色は同じものが混ざっています。赤っぽい、オレンジっぽいのと緑、青、黄色が散りばめられています。めっちゃ可愛い、やっぱり濃い色だとこのネップが目立ってすごく可愛いですね。なんか夜の街みたいな感じ。はい、では次じゃん、1502番グレーですね。グレーにネップが入っています。これもめっちゃ可愛い。グレーはもう安定のねカラーなのですごく使いやすいですね。はい、そして次じゃん、はい、1503番、これはブラックですね。黒にネップが入ってます。これもねやっぱり濃い色にこの原色のネップすごい目立って可愛いですね。これでカーディガン編んでも絶対可愛い。結構黒も編んでる方いらっしゃいましたね。めっちゃ可愛いです。はい、では次じゃん、はい、カーキです。1504番カーキもめちゃくちゃ可愛いですね。濃い色本当に可愛いですね。カーキもすごい好きなので編むのが楽しみです。はい、そして最後こちらめっちゃ可愛いですね、えんじ色。こちらが1505番、めっちゃ可愛いですね、赤で。こちらで私は靴下を編みました。片方できたんですが、こちらの靴下を編みました。ネップの出方がところどころね違って大きく出たりするところもあってめっちゃ可愛いです。こっちもねちっちゃいとこと大きいとことあって、シンプルにそのまま編んでも絶対可愛いと思うんですけど、ちょっとね模様を入れて遊んでみたくて滑り目を入れました。こっちもこっちもストライプな感じで滑り目をして、かかととつま先は
平和の靴下の編み方で編みました。ミニ輪針、チャオグーのミニ輪針の 2.25 針ですね。で、履き口からねつま先までずっとミニ輪針だけで編みました。めっちゃ楽しかったです。すごい可愛くできたので早くねもう片方も仕上げようと思っています。はい、ということで、ケイトヤさんからご提供いただいた、レラーナのフロッテソック全部で6色ですね。どれも可愛くてもう編む手が全然追いつかないんですけど全部編みたいですね。結構編んでいる方もいらっしゃるので検索してみるとね、いろんな方の作品が見られると思います。はい、ということで、ケイトヤさんのフロッテソックすごい人気で、最初の売り出した時に売り切れたカラーがたくさんあったんですけど、これからねまたね、入荷するみたいなので色がねたくさん揃うと思います。入手できなかった方もこれから使ってみたいなという方もぜひぜひチェックしてみてください。めっちゃ可愛いです。再入荷の詳細に関しては、このね下の説明欄とかインスタグラムのストーリーなんかにも、載せてお知らせしようかなと思っています。はい、めちゃくちゃ可愛いのでねこれでねカーディガン編みたいなと思っています。では、動画はちょっとね短くなってしまいましたが、すごく可愛いソックヤンの紹介でした。ご視聴いただきありがとうございます。高評価とチャンネル登録よろしくお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。